スミス・ウエスタンズは、イリノイ州シカゴ出身のインディーバンド。2007年、日系のカレンとキャメロンの大森兄弟、マックスの3人が高校で出会い、バンドを結成。2009年6月、ホーザックレコーズから、ファーストアルバム、ザ・スミス・ウエスタンズをリリース。アルバムの大半は、マックスの家の地下室で、レコーディングされた。アルバムジャケットに、ニルバーナのネバーマインドをパロディに使った。 2011年1月、ファットパッサムレコーズから、セカンドアルバム、ライットブロンドをリリース。プロデューサーに TV オンザレディを、やあやあやあず、ビーチハウスの作品で知られるクリス・コーディを迎え、制作された。ピッチフォークで、収録曲、ウィークエンド、オールダイ・ヤングが高く評価され、BNM に選ばれた。また、NME の年間ベストアルバムのリストでは29位に、選ばれた。 この年の8月にはサマーソニックで初来日。その翌週、ベルギーのプーケルポップフェスティバルでの演奏中にステージテントが崩壊する事故が起きた。メンバーは無事だったが5人が亡くなり140人が怪我をした。2013年6月、バンドはマム・ポップミュージックと契約し、サードアルバムソフトウィルをリリースした。スタジオアルバムシングル。 ありがとうございます。